こんにちは、ジギーラテガです。鳥に擬態される時のライトビーイング様ご紹介します。これスローで撮ってこのスピードで上昇されます。こんな風に鳥ってね、早くしかも急上昇できないですよね。しかも飛び方がね、鳥にしては蝶々みたいでしょ。それで遠くから撮ってこの大きさで、かつ急上昇していける存在、鳥でも蝶でもないですね。でこういうパターンだとやっぱりそれでもね、納得しないんですよね、人間って。だから過去に似たようなものが撮れてるので、それとの比較でね、やっと分かってもらえると思います。これ白い羽とね、そしてちらっと黒いところ、あのライトビーイング様ってイカとかクラゲとかから最高生命体まで、進化された、ちょっとこれイカに見えますけれども、龍神様の細胞分裂体なので擬態できるんですよ。色も形もイカとかってできますよね、イカとかタコとかって。でもちろんイカとかタコとかよりずっとずっとずっと最高生命体まで上り詰められた人間よりもね、1万倍ぐらい知性も超能力も高い存在なので。だけどその特性というのはイカみたいに擬態ができるんですよね、色も形も。で点滅する、見てください、ようにもできるんですね。でこれ羽を広げたように、そして見えなくなったりすることができるんです。でそうするとほら、点滅してるように飛べるでしょう。それを見てください、パッ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 パ。これスローでのスピードですけど、それを8分の1の、さらにスローの8分の1だから20分の1ぐらいのスローにかけると、やっとこうやって見えるんですけれども、でも一瞬見えなくなって、そしてこうやって両翼を持ってる感じに見えますよね。で、あのね、これが龍神様だっていう証拠が、左側にちらっとまた丸い光が見えたでしょう。だから白玉様も周りにいる、来る、見えるということで龍神様関係だって分かるんですね、僕はね。さあ、2019年の10月22日に岡崎市のですね、福岡地区という場所があります。そこで偶然撮れた、ね、鳥擬態の龍神様を見せます。これを比較して考えるとよくわかるんですね。これの場合には白い羽と黒い羽を両方持っていらっしゃるライトビーイング様がパタ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 飛んでる。ほら、白と黒があるのがわかるでしょう。でもまた一瞬ね、まん丸になるんです。頭がないでしょ。鳥だったら絶対頭が映るんですよ、どのフレームかに。だけど映るのは白黒の羽かまん丸の状態かしか映らない。かつ白玉様がね、横を通っていくんですね。だから僕はやっぱりこれはライトビング様の鳥擬態であるというふうにね、結論付けてるんです。ほら、ある瞬間ね、まん丸くなられるんですよ。これが基本形なんだと思うんですね。そうだからこれがスローで再生したもので、途中でちょっとフリーズとかかけてますけれども、このくらいの スピードなんですね。でこれが本当にさらにリアルのスピードだったらこれより4倍ぐらいは速いんですよね。だからなんだろうと思いますね、鳥だと思いますよ。なんだろうってわからないからね。だけど実はこれはライトビーイング様だし、ユーモアなんですよね。ユーモアのセンスでこういう風にフレンドリーな、脅威を与えないようなものに擬態してくださってて、そして、見せてくださってるんですね。気がつく人とか気持ちを向けてる人には、サービスしてくださってるって。だから、そのメッセージっていうのはね、そのメタメッセージっていうのは、ここにいるよということと、そして広めなさいということだと思うんですね。トレーニングされた目とか、本当に集中した、分析とか、あるいはクロースリファレンスしていくつも取って、
長年かけてですね、解読しない限りはこれは普通に見過ごすことだと思います。ありがとうございました。ジギーラテガでした。